小学校5年2組担任の住田純平です。よろしくお願いします。私昨日友達と久しぶりに会ったんですけど、老けたねって言われました。ですので今日は皆さんからエネルギーを少しずついただいて帰りたいと思います。よろしくお願いします。スライドに沿ってお話をしますので、こちらでお話をさせていただきます。私からは大学の学びを現場で生かすということでお話をさせていただきます。本日の内容はこのようになっております。最初に自己紹介をします。子供たちに伝えているプロフィールの中から一部を紹介します。好きな食べ物は卵焼きです。好きなスポーツはサッカーとハンドボールです。私いくつか称号を持っておりまして、一つが無限の名を持つ男、後ほど紹介します。もう一つが世界じゃんけんチャンピオンという称号を持っています。突然ですが私とじゃんけんしましょう。一回きりです。いきます。最初はグーじゃんけんぽい。グーを勝った人、グーを出した人、おめでとうございます。チャンピオンの私に勝ったということで、今日はとてもいい日になると思います。負けた人、相手の人も今日はいつもよりちょっとだけいい日になると思います。以上です。次、私の教室に出てくるキャラクターです。私の名前や好きなものにちなんでいろいろなキャラクターが登場します。今からはちょっと雰囲気を変えまして、大学での学びをご紹介させていただきます。英語、最初は外国語活動についてお話をします。英語を使ったアクティビティ、いろいろな活動があるんですけれども、これを学んでいきました。詳しくは大学に入ってから学んでください。私が今現場で使っている、よく使う活動がフラッシュカード、こちらの前に貼ってあるカードを使ったり、リレーやキーワードゲームをしております。ピアノも使ったり、音声を使ったりして楽しく外国語を学んでいます。子供たちの反応が、今日の外国語活動楽しかったです、〇〇って英語で何て言うんですか、英語以外の言葉も使ってみたいです、など外国語活動に対して前向きな気持ちを持って意欲的に取り組んでいる様子が見られます。続いて、大学での学び、学級経営についてです。子供たちとの関わり方を学びました。講義で児童役や教師役に分かれて実践的な学びをしました。学校に行きたくないと思う子どもにどう対応するか、いじめをする子どもにどう対応するかなどを学びました。続いて学級の環境づくりです。現場の経験がある講師の先生を招いて講義をしていただきました。掲示物の工夫や学級のルールなどについて学びました。この経験を生かして私は、児童役、教師役での実践的な学びは子どもの気持ちに寄り添うということで生かしております。どんな場面でもまずは子どもの気持ちを理解するということを大事にしています。大学の講義で作ったいじめ対策事例集というこちらのものをたまに見返して勉強をしています。あとは先輩教師の講話を生かして子どもたちの頑張りを視覚化しています。視覚化することで子どものモチベーションを高めようとしています。また3秒ルール、3回ルール、メリハリのある学級にするために、授業中喜ぶ場面では3秒だけ喜ぶ、先生同じこと言うのは3回までなどというようにルールを決めております。私と同じ教育学部1期生に大学での学びについて聞いてきましたので紹介します。両方コースの方、障害者保育の学習が役に立っている、園にはいろいろな子どもたちがいる、関わり方が分からなくて悩んだ時に障害児保育の資料を見ている、保育の専門的な授業が役に立っている、指導案を書いたり読み聞かせ、手遊び、ピアノなどをしたりなど、授業での学びをそのまま現場で活かせている。次、商用コースです。水泳指導が役に立っている、水が怖くて顔をつけられない子どもに対して大学でもらった資料を活用している、子どもは今ニコニコ笑顔で水泳の授業を頑張っている。専門的な講義が役に立っている、プレゼンテーションの方法、水泳指導、ピアノ、マット運動、学級経営など専門的な技能を身につけることができた、その技能が現場で活かせている。最後に、宮崎国際大学で共に学んだ仲間たちの存在も欠かせません。今まで困ったことがあれば連絡しますし、またたまに会って話をしたりします。同じ志を持って共同した仲間たちとの時間は一生の宝物です。現場で活かせる実践力を身につける宮崎国際大学で学んでみませんか。ご清聴ありがとうございました。